帽子ある。はい、行きましょう。イエス。はい、こんばんは。こんばんは。はい、焼津 TV、 今日月曜日ですけどね。月曜日ですね。はい、18時30分。はい、珍しい顔ということでね、この時間に桜組弘道のお祭り気分でアンエットンをやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、今日はね、なんか年末特番ということでね、ヤイズ TV のパーソナリティさんがこうコラボをするってことでね。コラボですね。そうそうそう。でこう Facebook じゃないや、メッセンジャーで呼びかけたんだよね、俺ね。そうなんですよ。だドーンって来ると思ったら誰も来なくて、松原さんだけがはいはいと、みんななんか俺を敬遠してんのかなみたいな。なあマイク。わ、そう、本当ありがたいね、本当に。いやね、初めましてなんですよね。よろしくお願いします。初めましてですよね。そうなんですよ。よろしくお願いします。だいたいほら呼びも違うしね。そうなんですよね。時間帯もずれてるからね。そうそう。でも今日はね、ちょっとこうね、綺麗な方に座ってね、アンエットンがちょっと番組的に雰囲気変わっちゃうかもしれませんけどね。まあそんなことないんですけどね。でもね、ちょっと一つだけやっとかないとね、落ち着かないことがあるんで、ぜひお願いします。ちょっとやっときますね。よろしくお願いします。では、はい、桜見ひろみちのお祭り気分でアンエットン。この番組は焼津神社大祭にスポットを当てまして、焼津神社大祭荒祭りにの情報を発信しながら、皆さんに焼津神社大祭荒祭りを知っていただくという番組になっていますっていうコメントでおなじみの番組なんですよ。素敵です。今日ちょっと噛んだね。綺麗な人、綺麗な人。マキちゃんだったら大丈夫なんだけどね。そうだよね。今日は年末だから。そう、特番だから ね。特番なんで、そこは。そうそう、ちょっとドキドキしちゃう。わかる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 。いやはい、そういった番組なんですよ。そうなんですね、はい、ご覧になっていただいたことあります？はい、ちょっとはい、見せていただいて。あ、本当に、はい、ありがとうございます。すごい素朴な疑問なんですけど、ひろみちさんが焼津その神社のお祭りに関わるようになったのはいつぐらいから、はい、生まれた時ですね。もう、はい、生まれた時から。生まれた時から。あの転がすやつですか？はいはい。あの転がすやつで転がったってことですか？転がった、転がった。そこからスタートしてるんですね。そこからスタートしてる。あ、そういうことですか。はい、今みたいな大きさではなくて、あのね、多分当時は赤ちゃんだったと。当時は多分赤ちゃん。赤ちゃんだったの。あれね、3歳からなんです。3歳じゃないな、違う。俺ね、生まれた次の年だから1歳になった時、俺7月生まれなんですよ。はい。お祭りが8月でしょ。あ、生まれてすぐ。そうそうそう。で、1ヶ月じゃちょっと首も座ってないし、危険が。ちょっと危ない。危ない。確かに危ないですね。あの、親は連れてきたかったみたいなんだけど、はい、あの、ちょっと待って。1年我慢してね。それで1歳になってから行ったのかな。そうそう、だから本格的なデビューは、1歳の時。すごい。そうそうそう、デビューも早かったんですね。16歳の時にこの、はい、あのお祭りを運営する、はい、あの青年中路っていうね、いわゆる青年団みたいながあって、はい、そこに入って、そこから自分の意思ですか？自分の意思、自分の意思。やっぱりこう見てるとお祭りって憧れが募るもんなんですか？まあ、焼津の神社大祭荒祭りっていうのは、はい、焼津の人間でお祭りやってる人たちは、はい、もう本当に憧れ。なるほど。そうそう、なんかの形で携わりたいっていう連中ばっかりで、そうか、ワキワキしてくる情熱が。そうそうそう、だからあの焼津で一番暑い日って言われてるくらい。なるほど。見たことあります？そう、私あの3年前にこちらに引っ越してきて、本町に住んでいたので。あ、本町ね。あそこね、はい、もう本場だからね、あの辺も菅神社のお迎えにいたので、こう練り歩いていく声を朝の6時頃散歩しながら聞いてまして。菅神社の近くったら、はい、うちの俺がいる桜組って4区、はい、4区桜組のテリトリーです、はい。あ、そうだったんですね。そう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 、テリトリーの中に。俺の島ですよ。島の中に住んでたんですね。私俺の島だったのか。そう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 、そこにちょっともっと早く知られたかったです ね。 そうですね。そうでしたか、はい、いいですよこのお祭りは。あ、どんなお祭りで何がいいかっていうのは、俺のあの YouTube をずっと見てください、はい、ずっと見ていますね。1回目から30、この間何回だっけ、34回、35回だっけ。そう、35だ。すごい。35回までずっと見てもらうと、じゃあ細切れに。そうそう、お祭りがね、ちょっと出てくるわけですね。でね、はい、なるほど、ありがとうございます。そう、それで先週で一応、はい、まあレギュラーの放送は一応一段落して、はい、あ、そうだったんですね。そうそう、それで今日は一応、はい、まあ特番だからってことで、特番、そうそう、やらして、ドカーン、ドカーン。中村さん携帯見てる場合じゃないですよ。待ってるんだから。一応言っといた方がいいかな。ねえ、やっぱ言っときましょう、ね、そうそうそう。もう一回もう一回、ドカン本舗。じゃあドカン本舗、ドカン本舗。
土管じゃあ土管本舗じゃあどうします、じゃあ本格、本格土管、健康、健康って健康って言ったんだけど、2つ言いましょう、健康を土管土管、中村さん顔が切れてる、あー惜しいな、空気椅子、それとも椅子持ってきます、もう一回、あ、いたじゃあこれでいきましょう、じゃあテイク2いきます、テイク2、テイク2いきます、いいですね、いきますよ、いくよ、健康ドカーン、ドカーン、ドカーン、イエーイ、あちいいいところにあった、今これちょうどここね、いいところ、ちょうどいいところにあった、ね、そうそう、そういう、そういう番組、ね、そういう番組なんですね、来年から番組番組やるとき、あの桜組ひろみちのお祭り気分でドカーンって言っちゃいそうで怖い、番組変えちゃうかもしれない、それいいかもしれないですね、やばいやばいやばい、じゃあもう一回やりますか、もう一回行きますか、お祭り気分でドカーン、ドカーン、ドカーン、やっぱちょっと違うな、ちょっと違う、まあまあ今日はね、まあ、まあそんな、今日はまあいわゆるお祭りみたい、お祭りみたいなもんですから、今日は許してってこと、今日はお祭り、お祭りだから許して、そう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 、うん、そう、何の話をしたか忘れちゃったよね、そうそうですよね、そうそう、あ、お祭りはね、そうそうそう、地域にいたんだよねって話ですよね、いました、いました、そうそう、あそこにもね、一人のお祭り好きな人来たけどね、今日イエーイ、あの人も好きなんですよ、あの人も好きなオーラ出てますね、確かに、うちの近所なんですけどね、そうなんですね、めっちゃ来てるよ、多いって多いって言えば食えるよな、しょっちゃいます、そう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 、ご近所ご近所、じゃあカモンカモン、ユー入っちゃいなよ、ユー入っちゃいなよ、じゃあドカーン、イエーイ、ドカーン、はい、武田くん来ました、武田くん、なんか今日メガネしてる、メガネ、そうです、今日は、でもあのうち近所で多いって聞こえるんだけど、ここで会うの初めてだよね、そうだよ、初めて、初めて、だって月曜日で火曜日だもんね、そう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 、そうだよ、え、どのあたりです、あの小ひじです、小ひじあたり、そうそうそう、今あの八重洲の中心地になりつつあるよね、今、最近そうそう、これから中心地になるから、いや、中心地、最近中心地に引っ越したの、あ、じゃ近くですね、あ、ご近所ね、で、八重洲来た時には4区にいたらしいよ、そう、あ、本当ですか、そうそう、9月までいたんですよ、4区にいたの、僕4区から出させてもらいましたからね、そう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 、やらせてもらった時、そうそうそう、あら、それ僕の最低員でね、そう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 、へ、やっぱ白い装束着てたんですか、うん、はい、そうそうそう、荒祭りってのはまあ白々清掃ですからね、ね、皆さんでまたいい感じで髪の毛編み込んだりしてね、うん、それはね、ちょっとまたそんな話になると話長くなっちゃう、いろいろ本来ね、あれどうなんですか、ありなんですか、ダメなんですか、それどうなの、あ、俺たち的にはなしだね、あれは、あ、そうですよね、詳しくちょっと結構言ってましたもんね、説明会の時、あのね、お祭り元だから、あのどこの俺ほらいろんなお祭り行くじゃない、あと女の子たち、まあ、参加するのはもうそれはそれでいいんだけど、もうこうきちっとピシッと、うん、ピチッと、そうそう、ピチッとこういうピチッとしたね、髪型でみんな参加してるの、うちのところへんだけだね、あの派手なこうモリモリのとか編み込みみたいなのがね、モリモリしてるのか、そうそう、あれは確かに僕が子供の頃ってそういうお姉さんでしたよね、提灯持ってる人とかそういう人たちだった、こういう人たちだった、ピシッとしてる人たち、だからね、あの年齢的にもう女の子がいて当たり前のお祭りなんだよね、そうそう、俺らはもうそうじゃないんだよね、男祭りを経験してきた後にあの段階入っちゃったから、男祭りだったんですか、そうそう、女は一切参加できない祭りだったの、夜間持ってって言うと嫌な顔されますもんね、最近、そう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 僕もちょっとしばらくサボってますけど、そうなんですね、本当だから、あの一生懸命やる女の子たち、まあ、まあ誤解のないように言ったけど、うんうん、一生懸命やる女の子たちもいるの、ね、中にはちゃんとこうその筋道に乗っかってね、やる女の子だけど、ほらそういうのじゃない子たちっていうのはただほら目立ちたいとか、そうか、そう飲んで騒ぎたいとか、そうか、ね、そういう子たちもねいるから、ちょっとその子たちがちょっと脱線しちゃう、あー、ね、うん、そうか、そうそう、この話すると絶対終わんなくなっちゃうからねでも年末だから、ね、年末ですからね、そうそう、本当もう荒祭りに女の子が出るのはもうしょうがないっていうか、もう、もうそれがもう当たり前になりつつあるから、そこはいいんだけどね、だから本当にルールとね、マナー守ってやっていただければね、それはそれでねいいのかなと、うん、思いますけどね、そういうルールとマナーを伝えていくにも
貴重な場所ですよね、こういう。そう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 、だからね、ここで言ってんのよ、言ってんの、言ってんの、言ってんだよ、うん、そう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 、よよそう、だからそういうのも含めてここでこういう機会を与えてくれもらってるから、だから俺はね、そうやってとだ言い続けていけば、ね、うん、少しこう耳にね、そうなんだって思いますもん、ね、はい、私も知らなかったです。だから今年のお祭りの時に結構見ててくれてる人がいて、あの野獣までね手伝いに来てる人たちとかも、俺全然知らない人にもさ、あ、見てます見てます、再生回数がすごい多いですもんね。ありがたいね、めっちゃ嬉しい。そうそう、見てきてます。先週ちょっとあのベスト10形式でやったんだけどね、あの大回し保存会の回1160回ぐらい、すごいですね、びっくりしたよね。多分あれ大回し保存会みんなこうやってみんなでこうやって押してる順番で押してる、今日20回押したとかやってるカウントされないかもしれないけど押してる。そうそう、だからそして見てくれてる人がいるってことはどっかから伝わってくんじゃないかなっていうのがあるからね、うん、初めて知るってことがあるでしょうからね。そうそうそう、だからね、俺たちみたいな最低限の感覚と、うん、武田口みたいにこう手伝いとか奉仕とかね、うん、こう最低限じゃなくて一般参加っていう人たち、うん、やっぱりちょっとこうズレはあるけどね、うん、だけど一般参加してる人たちにもちゃんとこう筋道をちゃんと分かってやってくれてる人たち、うん、もういっぱいいるからね。そうそうそう、ちょっとどっかで勘違いしたらそれが来るとそっちが、ね、そうですね、流れちゃう、ね、こともあるから本当にちょっと危険なんだけどね、うん、たくさんの人関わるとそれだけ温度差ってね、そう、埋めてくる中でどう埋めていくか、まあまあまあ所詮焼津の町のお祭りだけど、はい、規模的には結構な大きさのお祭りなもんだからね、そこは誰かがどっかでこう線引いて伝えていかないとっていう、ね、部分が、各地のお祭りがどんどんねこう廃れてくる中で、どうして焼津のお祭りだけこんなに勢いがあるのかなって思ってたんですよ。そうそうそう、うん、好きなんだね、やっぱ、ね、好きなんですね、みんなね、お祭りみんな愛してるんですね。そう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 、お祭りの文化を、だからどっちかというと俺たちなんか1月の正月よりもお祭りの8月1日の方が大事、そうか、8月1日がお正月だって聞いたことあります。お祭りは12、13日だけど、はい、俺たちはほら1日から動くじゃない。ひろみち兄さんって書いてありますよ、なんか誰かコメントもしかしたら、あ、アナロチからですね、お一人も良いですが、お二人で話すのもいいですね、今3人ですけどね。そうそうそう、ありがとうございます。天野さん今日ちょっと綺麗なお姉さん横にいるのでね、ちょっと上がってます、上げ上げしておきます。マークちゃんの時ペラペラ喋るの調子よくなっちゃう。いや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 、楽になっちゃうんですね一応ほら番組だから、番組だから言ってるだけだからね。わっしょい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 イエーイどうかそうそう、それでね、あのね、この番組をやり始める前に、はい、俺あの Facebookとか、うん、あとブログとか、はい、ずっとやってたので、で、どんなのかなと、これまだ番組の中で話したことなかったんで今日ちょっと話をさせてもらうと、あの Facebook は個人的に当然やってるんですけど、はい、Facebook の中にページってあるじゃないですか、あ、ね、はい、そのページんーと、ね、Facebook ページっていうの、そうそうそう、はい、そこに、この一番上に何て書いてあったっけ、この番組のページがまず一つあるんです、うん、なるほど、桜見ひろみちお祭り気分のアイエットをメインにしてるページが一つあって、はい、でもう一つは俺がいる桜組をメインにした八重神社大祭荒祭り四区桜組のページ、はい、うちの連中の活動とかそういったものをこう上げてる、すごい、いろんな発信されてる、八重津神社大祭荒祭りにはお囃子は今ないんだけど、はい、60年前にあったやつを復活させようと思って4年前から今お囃子連を立ち上げてお囃子やってる、それめちゃくちゃいい、うん、すごいですね。なのでそのお囃子連のページも作って、うん、Facebook の方で上げてるんで、うん、まあ興味のある方はね見ていただけたらと思います、うん、でアメブブロングの方は、もう3年くらい前からずっとこの荒祭りに特化したものをずっと書き綴って、うん、豆ですよね、最近あのお祭りだけじゃなくて和楽器とかね、そういったのもこういろいろちょっと途中に入ってくるんだけど、あのね、今年のお祭りの時7月8月の月にアクセス数が1万8000くらい、すごい、そうお祭りの時期はね結構伸びる、すごいですね、毎年で今年は1万8000くらいまでいってる、うん、いや皆さんやっぱり中国、まあ、あの人だけが見てるわけじゃなくて、まああれね、バーって全部の全国区だから、あの全世界だから、そうそう、あの見てくれてると思うんだけどね、それぐらいのアクセス数だった、すごいだけど秋口になるとガーって減るけどね、
お祭りが終わるとそうそうそうずっと下がってくるんだよね。ちょっと休養の時期になるのかもしれない。だけど一つの項目に3年間書き続けられるってすごいですよね。情熱を感じますよね。あの伝えたいんだよね。伝えたい、うん、そうしないとこの祭りってできなくなっちゃうし、なくなっちゃう可能性もあるわけだから、どっかでこう伝えていかないとっていうのがあって、だから一番最初に書いたのはザーッととにかくその準備段階から、そのお祭りの当日ここまでこうなるんだよっていうのをずっと一通り書いて、そう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 、そういうブログなの。またあのよかったらあのちょっと検索してみてください。あとはあのインスタグラムね、インスタグラム個人のやつもあるんだけど、これもあの四駆桜組のインスタグラム、お祭りの時のとか四駆のやつもね、あのだけ載してるインスタグラムがあるんだけど、そういうのも、SNS でやってますんで、発信力がすごいですよね。うん、でもこの番組やるようになって結構あの見てもらえる、あれもいいねとかもね、そう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 増えてるから、いいことですね。そうそうそう、だからこういうのもやってますんでね、あのカメラの向こうの皆さん興味がある方はちょっと覗いてみていただければね、はい、ありがとうございます。まあ、あの個人的なフェイスブックはもうあの神社のこととか、そう神社のこととかお祭り、あとなんだろう、和楽器、俺の孫、孫かわいいですね。お孫さんおいくつですか？今8ヶ月なんです。かわいい、俺に似て、いやかわいいですね。いやいや娘の、そう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 、だってニコニコですもんね今、すごい優しくなりましたもんね。そうなの、うちの孫が生まれた日に、俺ここでこのアンエットンの1回目だったの。うわすごいタイミング。そうで1回目のあと5分くらいで始まるよっていう時に LINE が入って生まれましたっつって、わお、そう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 、そのタイミングだったんですね。マキちゃんがもう帰った方がいいよって、いや1回目から穴開けるわけにはいかないでしょって話、帰るよ、ね、そうそうだったんだよ。そうだったんですね。そう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 、だからある意味そういうことでも思い出の多い番組だよね、このねアンエットンはね。すごいです、うん、そうそう、そんな感じでね、一緒に育ってきたわけですね。そう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 、そう8ヶ月ね、8ヶ月、そう大変なんですよ。お前が生まれた時にって言って、将来ねお孫さんに、そう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 、じいちゃんこれやってたんだぞって、そう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 、まあね、だけど焼津の子じゃないもんだからね。あ、そうなんですか。そうそうそう、嫁に行った先が焼津じゃないから。そう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 、お孫さん見て、あ、可愛いんですね。お孫さん見てます、ありがとうございます。お孫さん見てます。いや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 、本当におじいちゃんですよ。こう見えてもおじいちゃんですよ。おじいちゃんですよ。こう見えてもちょっとファンキーなおじいちゃんになっちゃってますけど、ファンキーなおじいちゃんですよ。かっこいいですよ。もしかしたら行きたくないって言うかもしれない。じいたんそば行きたくないって言われるかもしれない。いや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 、おじいちゃん目優しいの大丈夫ですよ。ねえ、ひろみさん、僕ね前から聞きたかったんですけど、なんでしょう、あのもうあの前のルートが復活することはないんですか？ああの道順、うん、焼津駅とか焼津港とかあの辺、多分それ疑問に思ってる人多いと思うんですよね。そうだね、あれも伝説じゃないですか、なんか復活、急に変わっちゃったからね、あれもね、うん、結構こうテンションが一番マックスに上がってくるくらいの時間なんですよね。そうだね、あのね、一応言うには言ってるんだよ、その見直しはどうなのっていう。ただあれは俺たち採点委員だけでも決められることでもないし、神社だけでも決められることではないから、まあこれからまたおいおいね話をしてって、みんながね納得できるような形にねなればいいかなと思って。ただ今ほら時間の問題とか、警察とのその話し合いの中でっていうのがね、結構いろいろ一般参加者にはわからない部分の話っていうのがね、いろいろあるんですよ。うん、だからその部分も含めてね、ちょっといろいろ話し合いはしていかなきゃいけないかなっていうのは俺たちも思ってる。まあ、希望はあるんですか、じゃあ。一応ね、そういうふうに、だから採点の中でも言ってる人間もいるしね。そう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 、どうなのって。うん、あ、それはもともとあった道から少し短くなったっていう。そう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 、そう短くなってるね、ちょっとね、体力の負担を減らす意味でですか？ね、時間が決められてるのね、お祭りっていうのは。みこしが八重洲神社から出て、はい、神社に帰る時間っていうのはもう決まってるの、はい、うん、だからその中でやるにはどうしたらいいかっ
ていう話じゃあそもそも今の今みこし閉まるのめちゃくちゃ早いじゃないですか、うん、そもそもあの時間に閉まらなきゃならないもんなんですか、そう今はね青少年の問題が関わってきてるもんだから、青少年昔は朝4時頃まで空がうあのしらしら明ける頃まで神社でみこしを担いでそれで終わったっていうね、そういうお祭りなの。ただ今それやっちゃうと学校とか警察の方から子供たちがとかってね、難しいですね。難しい難しい。だってね今ねあのアイエットンの声を夜遅くまでうるさいっていう苦情が来る時代なんだよ。すごいな。それを聞いた時はちょっとびっくりしちゃったけどね。そう、そういう人たちもいるの。だってあれでもね、除夜の鐘がうるさいからやめろとかって今言ってる人もいるんでしょ。そうですよね。何考えてんだおめえはって話になってる。年末だからちょうどねその時期ですよ ね、 ね。びっくりしたよね。1年に1回なのにね。そうそうそう。本当にそこは。ね、もうお前には煩悩がないのかって話になっちゃうね。煩悩だらけだから言うんですよ。本当に。そういうことでしょ。そういうことなんだね。そういうことですよ。なるほどね。そうだからね、あのもったいないですよね。お祭りの形はね本当は変えたくないんだよね。変えたくない、うん、ただその交通事情とかさね、その青少年の問題とかのでやっぱそういう部分ではこうちょっと見直ししていくのは必要な部分というのは分かるんだけどね。社会の流れによってっていうところが出てきちゃうんですね。だからあの年行事ってあるんだろう、年行事で警察と接触するじゃん、はい、そうするとやっぱりねいろんなことが出てくるのよ。でもそれをみんな全部が全部こう伝えられないでしょ。そうです ね一般の人たちにはね。だからその中でカットがあっていやこうじゃなくてこうだっての説明しながら俺たちも警察とは接触してるわけ。そうそう、なるほど。だから警察の方も譲るとこは譲ってくれるとこもあるし、俺たちは譲れないとこは譲れないっていうのもあるしね。そうそう、なんかこう一元さん的な、でも次の人が待ってるか分かんないですけど、なんか覗いてたんです。大変なんだよ。あ、次の、あ、多分次のゲストさんですね。ゲストさん、あれ、芸能さんじゃない。そうか、でもなんかそういうお祭りのお話なかなか聞くことができないので、いや僕ね、これ聞きたかったんですよ、ずっと。すごい、私もなるほどと思いました。聞きに来ればいいのに、うちに。そうですね。だからなんか、あって終わりじゃないですか。そう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 。だから俺が仕事行くときにすれ違うとかね。そんな感じなんですね。そうか、ヒロミさんって前のうちとかも仕事させてもらってるんで。そう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 、やってんの、ちょくちょくやってんのよ。仕事でもすれ違うんですね。あ、そうなんだ。そう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 、そうなのよ。ひろみさんのお話聞くと、焼津祭りはなんか100倍楽しくなりそうな。あ、楽しい ね。あの、じゃあこういうもんだよってのを分かって見に行けば、はい、絶対楽しいよね、お祭りってね。うん、分からずに行くと、どこで何とか全然分かんないから。確かに。そうそうそう。だから前にこの番組で俺も言ったけど、はい、よそのお祭り、例えば三社行くとき、三社でおみこしのね、はい、東京浅草のお祭りが、はい、そういうとこ行くと、その神様は何祀ってるとか、あ、どういうルートでどういうしきたりでやるのかっていうのは一応ちゃんと下調べをしてから行くようにしてる、はい、なるほど。それも絶対楽しいから。そうですね、確かにそうですね。なんとなく行っちゃうとふーんで終わっちゃいますもんね。そう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 。だからね、そういうの必要、特に八重神社のお祭りってのはね、はい、あの聞いてきてもらいたいね。うん、こういうお祭りだよっていうのね。うん、ひどい話ね、みこしに乗ってるのが誰かも知らないで来てるやつもいるからね。知らないと確かにそうなっちゃうかもしれない、ね。うん、そうそう、大和武の見事が載ってるんですけどね、はい、そう、そういうのも知らずに来てるのは中にはいるから、じゃあそこからちょっと間違ってるよって話になっちゃうよね、俺らに言わせると、ね、何があってのお祭りなのかっていうところですね。で、あくまでも八重洲のお祭りは神事だからね、全部が神事、あのフェスティバルとかお遊びじゃない、イベントじゃない、全部が神事だから、やっぱその気持ちで携わってもらう。尊いところからスタートしてるので、そうなんですよ。そうか、もしかしたらその気持ちでスタートしてる人と、ワッションだけしたい人、そう、ドッカンだけしたい人、ワッションもいいんですけど、いいんですけどね、でも、そう本当にフェスが好きな人がノリで入っちゃうと、ちょっと温度差が割れちゃうのかもしれないですね。だから私がダメなもんはダメだよって言うと、うるせえなおめえらとかってね、そうですね、あのやからの連中がね言ったりする。あ、そういうこともあるんですね、うん、無理やりみこしを引っ張ってったりとか、そうそうそう、なんかそれが美学になっちゃってる。ただ俺たちなんかに何言ってんだって言われても俺らは別にいいんだけど、はい、若い連中にね突っかかると若い連中はやっぱほら引いちゃうじゃんね。そうそう、そういうのがあるから、うん、だからね、大変には大変だよ、うん、そう、あの桜とかってい こう看板つけて、うん、あの祭りやってるとね、だけどやっぱりいいお祭りしたいからね。そうですね、そうそうそう、いいお祭りに、ね、なんかすごいアイエットン的な番組だね、今日の話ね。ね、うん、そう、いつもよりアイエットン的だよね。いつもよりさらに。あれ、武田さんが
ねやっぱね、はい、あのコアなお祭り要員だけにすごく出てくるお話がすごい良かった。タイミングが良かったですね。僕はよかった、ちょうど良かった。でもね今日会えるかなと思ってたね、時間的に。そう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 、そう、僕もね今日初めて一人の番組なんでちょっと緊張してるんですよ。あ、いいよ、ここでほぐしてほぐして。じゃあ次ゲストでとか言ってね、こっそりこっそり言ってね。そうそう、じゃあ詰まったら電話しまくります。というお話をしつつ、いましたらね、時間の方が来たみたいなんでね、はい、はい、それでは平成元年最後のアンエットン、アンエットン皆さんでこの番組ね、はい、最後にアンエットン叫んで終わる。見たことある、うちの番組最後まで見たことない。最後まで見たことない。最後が最後がいいんだから。あ、そうなんですか。最後にアンエットンってみんなで叫んで終わるんだから、車で走りながら流してるよ。聞いてます。ありがたいね、そうして見てもらってね、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。本当に楽しい時間を、はい、ありがとうございました。マキちゃんの時も楽しいんだよ。おおはい、そういったことでいつものように、はい、平成最後のアエットンね、はい、皆さんで叫んで終わりたいと思います。お祭り気分でって言いますので、皆さん一斉にアエットンでね、大きな声でお願いします。はい、いきますよ、お祭り気分でアエットン。ありがとうございました。ゲストは松原さんと、はい、武田くんでした。はい、チーズ。ありがとうございました。次の番組は、次の番組はキサピーかな。次の番組は、お、武田くんだよね。武田くんの天空の巣ごには。続いては武田くんです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、ありがとうございました。じゃあこのままこちらにずれていただく形で。ちょうどよかった。ちょうどよかった、はい、ウォーミングアップできた。ウォーミングアップ、これすごいいいですね。これ俺作り、これ私売ってほしいです。今度使ってください。ここにありますんで。本当ですか。使って使って。あ、お借りします。めちゃめちゃ安定感ありました。